はい、こんにちは。こんにちは。今日は本当にお忙しいとこ来ていただきましてありがとうございます。とんでもない、もう松本さんもありがとうございます、はい。まず自己紹介からでもいいですかね。私はですね、ブリッツフィルハーモニックウィンズで音楽監督を務めさせていただいてます、松本博康と申します。カフアレコードで、CD、それから譜面楽譜ですね、を出版させていただいております、笠井です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回のこの動画はですね、我々が、コラボレーションして、我々というのはカフアレコードさんとブリッツで、コラボレーションして、演奏会と今回レコーディングを進めるわけですけれども、その本番の日程まで、皆さんにやっぱり今回のことをよく知っていただきたいので、動画を配信して、少しずつ配信して、ぜひね、演奏会楽しんでもらいたいというのと、あとぜひ CD を買ってもらいたいというね、ぜひよろしくお願いしますということで、この動画配信していきたいというふうに思うんですけれども、まず演奏会 の、 内容からお話ししていいですかね。はい、今回はですね、こういうここにもいっぱい貼ってありますけど、ブリッツフィルハーモニックウィンズ第28回定期演奏会ということで、ここにも書いてあります、ブリッツフィルとカフアレコードのコラボレーションということで、お送りします。で、今回の演奏会は、巨匠真島俊夫、音楽と煙の向こうに見えるもの、これかっこいいタイトルがついてますけど、こういう、テーマでね、皆さんに、聞いていただきたいと思います。で、日時はですね、もう大切なことなのでちょっと最初にお話しさせていただきますが、11月30日水曜日です。サンパール荒川大ホールで、開演19時、7時ですね、午後の。会場は18時15分というふうになっております。で、詳細はですね、これから SNS であったりとか、あと我々のホームページ、カフアさんのホームページでも載せていただきますよね。はい、ですので、そちらの方をぜひチェックしていただいて、かつチェックするだけじゃなくて、Twitter で拡散していただいたり、Facebook で拡散していただいたりと、皆さんも一緒に盛り上げていただければというふうに思います。で、早速今回の、ね、企画のところについて、皆さんに少しお伝えした方がいいかなと思うんですけど、今回コラボレーションといっても、ね、どういう形で組むかというところなんですが、はい、まずあれですよね、我々の定期演奏会があって、演奏会は演奏会で普通にその真島先生の特集ということで組ませていただいて、でその前にセッションレコーディング、よろしくお願いいたします。はい、この、28回の定期演奏会のプログラムそのものをですね、ブリッツさんの方で、セッション録音をさせていただき、でそのままの内容をこの29回の定期演奏会ですね、1月の11日で、はい、1月11日、はい、年明けの、最初の演奏会で、はい、先行発売ですね、先行発売させていただきます。ちょっとここまで整理したいんですけど、はい、我々これ定期演奏会が11月30日にあって、でその前に我々レコーディングをして CD を作ると、だから今回は演奏会と CD を作るというところのご案内ですね。そうですね、はい、でごめんなさい、話途中になっちゃいましたけど、1月に、そうですね、その出来上がった CD、はい、出来上がった CD を、1月11日の演奏、次の演奏会の時には先行で発売する、はい、で来た方だけが買えると、なるほど、ということで、ぜひ来ていただいてですね、その後普通に発、はい、この後1月の、下旬ぐらいには全国リリースをさせていただくことになります、はい。でもあれですね、やっぱり演奏会に来ていただいてライブをまず楽しんでいただいて、ああこれ形になったものを聞きたいなという人は1月の演奏会にも足を運んでいただいて CD を買うと、で松本のサインをもらうと、そういうことですね、そういうことですね、それが一連の動きになってます、ね、はい、そう、重要ですから、はい、はい、カフアレコード、笠井さんから見て、はい、いくつかね、プロの吹奏楽団って日本にあるわけですけど、うん、正直ぶっちゃけ我々の楽団ってどういうイメージなんですか？もうやっぱりプロのバンドの中では若いバンドであるし、松本さんの音楽性もございますけども、その自由に演奏をやれるっていう印象を持っています。でその中からやっぱり引き出せるものっていうのはまだたくさんあるか、これからもっとどん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 そのいろんな可能性にトライしてくれるだろうし、我々もそこをなんとかこう引き出せるように、自信持ってやれるかなと思ってます。
これも多分ね、見てる方、あ、そうなのって思われると思うんですけどね、あのプロのオーケストラって録音することで上手になるっていう話がよくあるんですよ。で、我々はいつもお客様の前で演奏するわけじゃないですか。で、お客様からいろいろありがたいご意見いただくんですけど、まあそれは一つの形として、で、あとはいろんな指揮者がオーケストラにこうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうところで成長するっていうのもあると思うんですけど、録音するとまずそれをプレイバックで自分たちで聞いて、まず一番厳しい耳で自分たちで聞くっていうのと、あとは作り上げていく上で、こういうふうにしてください、ああいうふうにしてくださいとかいう言葉の裏に、あ、きっとこうなんだろうなっていうようなことが非常に多くあって、だからそういう意味ではね、あの、なんて言うんだろう、まあ、今すごくいい言い方していただいたんですけど、育てていただける一つのきっかけになるのかなっていうふうにはすごく思うんですよね、今回の企画はね。ということで、あの今回ね、はい、まあ、今ちょっとセッションとかライブとかいう言葉が出ましたけど、撮る側としてセッションとライブって何が違うんですか？その、まあ、ライブっていうのはその本当に演奏会、はい、そのものをあの収録して、その時に本当に生の音楽ですね、もういわゆるその時に爆発する心の勢い抑揚がですね、ライブとして音に残る、でセッション録音というのはやっぱりそのフレーズだとか楽譜の中に、隠されたもっと何かそこでこう出るんじゃないかということで、何度かテイクをこう重ねていって、一番いいとこだけを切り出して一つの CD にする、この良さがあります。なるほどね、はい、僕はね、いつもそのライブとセッションってああいうふうに思うんですよ。あの演劇の世界、例えばその今おっしゃったライブっていうのはその舞台で、いわゆる舞台ですよね、その場で毎日やるやつ、あれはやっぱりもうその場で見るものだから、いろいろちょっとミスとかあるかもしれないけど、噛んじゃったりとか、でもその勢いっていうのはやっぱりあるじゃないですか、熱量が。でもセッションレコーディングって、その例えばドラマとか映画みたいにもう本当に納得いくまでこう取り込んでいくと、だからその一般の方ってね、もしかしたらそのライブの方がいいんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないけど、実は僕はそれぞれの良さがあると思っていて、で今回はやっぱりね、後世に真島先生の、作品をいい形で残していきたいっていうことで言うと、まあ、今回そのライブかセッションかっていうことも随分打ち合わせてね、いろいろ考えましたけど、今回はしっかり練り込んでセッションで撮っていきましょうっていう話になったんですよね。けど我々撮る時っていうのはマイク越しとかで、ここもう一回こうの方がいいですよって、あ、そうなんですか、これどうでしたっていうキャッチボールが結構多いじゃないですか。それと僕ね、相性って結構あると思うんですよ。でその場の空気とかって、でも始まる前からこうやって、なんて言うんだろう、本質のことを考えながらいろいろ和やかに会話ができたりということを考えると、きっと現場は今から楽しいものになるだろうと思うし、その楽しいっていうのは 何かっていうと、何かを追求する、ただなんか雰囲気がいい楽しいじゃなくて、だからそういうことを考えると、まあ、ライブももちろんそうですけど、出来上がってくる CD っていうのもどういうものになってくるんだろうと。ただね、現場でね、こんなはずじゃなかったのにって思われないように、我々も頑張って何度やってもダメみたいなことにならないように頑張らなくちゃいけないけど、そう、お互いにね、こう言い合って、やり合って、こういうものを作る、これはもうやっぱりセッションでないとなかなか味わえないです、確かに、だからそれは本当にね、こういう機会ができて本当に楽しみにしてます、ありがとうございます。